アルバムはいつぐらいの予定ですか？ CD 版。CD はもう完全に出したくないなって僕は思ってて、完全にいらんなって思ってるんですけど、ただ、これは僕だけの意見なんで、やっぱりマカルームチームで動いてるし、で、しかも、マカルームだけじゃなくて、まあ、お客さんのね、まあ、聞く人の要望もあるし、またなんていうかね、売り上げ的なね、もう戦略とかもありますしね、何とも言えないんですけど、僕単体の気持ちとしては CD もういらんなっていう感じがね、すごいあるんですよね。皆さんどうですか？ CD で今聞いてますか？CD 買いますじゃなくて、CD を聞きますかっていう感じなんですけど、僕も実際 CD 自体は、まあ特に、ね、知り合いの人とかからいただいたりすることがあるんですけど、実際それ開封せずに、同じアルバムをサブスクで聞いたりすることが多くて、YouTube とかね。皆さんどうなんですかね？ CD 聞いたりしてるんですかね？ まあ、ただそのグッズとしてね、欲しいみたいなのもあるっていう意見もね、あるし、確かにそのグッズ感覚はめちゃくちゃわかるんで、まあそれでもいいんですけど、だったら CD にする必要もないなっていう感じですけどね。たもつさん、CD で、あ、CD 派なんですね。やっぱ CD 派は根強くいますね。まあそういう声が結構あれば CD でもいいなっていう。全然 CD 出さないことにこだわってるわけじゃなくて、まあ、別にいいかなって思ってるぐらいなんで、みんな CD 欲しかったらそれは考えますけどね。出したくない、いらんって前から言ってましたよね。私は配信は買い方わからないので、買えないです。ああ、なるほどね。まあそういう人は多いですよね。配信とかサブスクやったことないっていう方は多いと思うんですけど、ただ、そういう方のために、CD を出さないっていうのもありますけどね。いや、もう今後どんどん CD はタイトル少なくなっていきますよっていう。で、今後あなた音楽聴かないつもりですかっていうことなんで、でもうここいらでサブスクなり、ね、なんか、まあ買い切り方でもいいですけど、チャレンジしてみるっていうのをね、思い切ってやんない限りは取り残されてしまうんで、もう確実に CD は減ってきますからね。消えることはないかもしれないですけど、なんていうか、CD ないのが基本で、まあアメリカとかだとそうですけどね。で、まあプレミアで先行で何枚かだけ出したりとか、まあ、もしくは全く出さない人がすごい多いんで、そういう音楽がね、どんどん聴けなくなってしまうんで、もう頑張って挑戦するみたいなのやった方が、音楽好きならなおさら CD を諦めた方がいいと思うんですよね。まあ僕の個人的なあれですけど、そのパッケージにこだわる必要はないと思うんでね、音楽が聴ければ何でもいいじゃないですか。ってなると、挑戦した方がいいと思いますけどね。その時代の流れに逆らっても仕方ないんで。ただ現時点でね、やっぱり意外と日本は CD 派が多いなってなれば、それはもちろんね、 CD 出したいですけどね。逆にカセット派が多かったらカセット出すし、USB フラッシュメモリで欲しいっていう人が多ければフラッシュメモリで発売するしっていうとこですけどね。